どうもどうも、暇人でーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2024年3月15日でして、週刊少年ジャンプ15号、ジャンプショートフロンティア読み切り、ジャンプショートフロンティア読み切り、ジャンプショートフロンティア読み切り、空へのしるべ、田中邦明先生の空へのしるべの感想を話そうかと思います。久しぶりのジャンプショートフロンティア読み切りだったんですが、かなり面白かったです。今ちょっとページを探してますけど、漫画っていうのは15ページでこんなことができるんだなという、驚きに満ちた、読み切りでした。というのも、なんというか、序盤からばらまかれ続けている伏線、一コマ目にガシャンと何かが割れる音がしたからっていうふうに始まるんですが、このガシャンがすでに伏線であると。そして、現れた女の子の名前が LTAS800、LTAS800 という変な名前の女の子が現れたりして、誰もいない、不思議な世界、そして突如出てくる空を飛ぶことができる主人公の能力、このようなキーワードが、最後の最後に、一体15ページでどうなるのかって不安に思っていた頃に、全てが一気に回収されるという素晴らしい読み切りでした。何と言いますか、これは短編小説を読んだような気持ちになりましたし、そして小説と違うところは、衝撃的な展開を絵で表現できるという、とても当たり前的なことなんですけど、文字で表現するよりも視覚的にインパクトに一気に表せる、この素晴らしさというのがあると思いました。これはちょっと、あえてその物語の、伏線が後半に回収されるっていうのは最大のネタバレなような気もするんですけど、すごい読み切りでした。これはもう連載になるとかならないとかそういうレベルじゃなくて、この15ページだからこそ完成している。50ページ描けるのを15ページでまとめているような、ジャンプショートフロンティア読み切りも結構あったりして、伸ばしどころがあるというか、膨らましどころがあるような、そういうような、ジャンプショートフロンティア読み切りも多いんですが、これはもう15ページだからこそできた、完成度、そんな風に思います。はい、そんな感じの、田中邦明先生の空へのしるべの感想でした。読み切りを読み飛ばしちゃう人とかもいるかもしれませんけど、これはもうぜひ読んだ方がいいんじゃないかと思いました。以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。